なお大阪国際大学人間科学部心理コミュニケーション学科4階の金城奈緒です。前原高校出身です。元々心理に興味があってそれを勉強したいなっていうのと自分を変えたいなと思ったのでこの大学を選びました。お兄ちゃんの話を聞いてたんですごい興味があってそれが一番の決定の理由です。兄弟3人同じ学校にいました共同説明会に行ってそこで話聞いた時にすごい話しやすかったんでじゃあすごい先生たちみんなこんな感じなんだろうなと思って、はい、すごい周りの人に感謝できたこととあと沖縄の良さと悪いとこも理解できたこと。悪いとこは仕事がちょっと遅いなっていうのと接客をこっちの方がすごいお客様目線っていうのが一番大きかったのと、いいとこはやっぱ人が温かいですからやっぱり一番は過ごしやすい。印象はもっとこう自分から積極的に人に話しかけられることとあと行動力を見つけることで将来は今までいろんな人に支えられてきたんで恩返しができたらいいなと思ってます。お父さんとお母さんには今までここまで育ててきてくれて本当に感謝しています。なんでこれからはちゃんと就職していろいろ恩返ししていきたいです。兄ちゃんはすごいここを進めてくれたことですごい自分の人生変わったと思ってるんでこれからもちょっとお兄ちゃんには迷惑かけると思いますがよろしくお願いします。県外もし考えてる人がいたらもうぜひ迷わず出てってほしいなと思います。自分もすごい変わるし考え方が何より広くなるんでぜひ出て自分を変えてください。